はい、それではですね、インテグラルサイケデリックラジオ第39回の振り返りを行っていきたいと思います。リスナーの皆様、そして渡田さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今日ちょっとこう冒頭ではですね、まあ、引き続きちょっと私のこう体調のこう話から話を進めさせていただきまして、渡田さんはどうでしょう。今こう11月、聞くところによると長崎まだ半袖でも行けた日があるみたいな。いや、そうなんです。本当ですか。昨日まであったかかった。たかな。で、今日はさすがに半袖だったらと思ってたんだけど、部屋の中にいるともう半袖でいいかなっていうぐらいでしたね。いや、すごいっすね。上半袖で下何も履かずでしょう。すごいな。ちょっと久しぶりですね、この感じも。あれちょっと今懐かしかったな。渡辺さんのあの諫早での目撃情報からすると、そう下何も履かず上だけ半袖の人、諫早はね全然いいんですよね、下何も履かずに。でもなんかあの聞きましたよ、あの渡辺さんの母校の小学校での目撃情報完全なる不審者危険だ。いやでもそうですか、それだけこうあったかかった日が続いてたんですね。そう、でも加藤先生がねこうご体調を崩されたってことだったんですけど、僕もだからまあ5ヶ月前、初めて加藤先生とまあズーム越しで、まあオンラインで出会った時に僕体調崩したんですよ。すごい。そう、僕どのぐらい体調崩さないかっていうと、小中高ずっと無遅刻無欠席無早退みたいな、もうすごい、フィジカルでは何にもこれまでこう苦労した経験がないような体調を崩すって何って感じだったんですよね。その状態で生きてきた中で、そう、オーストラリアにちょうどいたんですよね。メルボルンにちょっとこう自分の仕事の節目になったから、まあ、ちょっと一旦ここで自分のこれまでの振り返りでもしようかなという感じで、まあ、スポーツジムを見に行く、そして自分の、なんていうかな、まあ、リフレッシュというか、もう兼ねて行ったんですね、メルボルンに。で、そしてちょうどその時に、この間ゲストにも来ていただいた親友のゆうきさんですね、が、今度、こんなセミナーがあるけど、行ってみたら、って言われた回が、加藤先生の出版記念セミナーだったんですよ。で、そこで初めてお会いする形になって、その日終わった後熱が出るっていう、まあ、でそこから寝込んでメルボルンはもう全然外に出歩かずっていう感じでした。それ渡辺さんの人生史上本当に珍しいですよね。それはそうだから、どう過ごせばいいかが本当にさっぱりわからなかったですね。体調が悪い、まあとりあえず寝るかみたいな。これはなんか私が今回体験したというか、ある種興奮熱、成長熱とか、なんかそんな種類の熱なのかなと思って。その表現ですね。そうそう、いや成長熱、どう思いますか。やっぱり、おっしゃる通りで、例えばこう下限と上限とこう横に軸がビート引っ張ってあって、こうホメオスタシスなので、こう上に上がったり下がったり、こう曲線を描きながら、時間軸とともにこう過ごしていくと思うんですけど、やっぱり、まあ、下に触れることもあって、それが体調崩すっていうのもあるし、上に触れることで崩すってこともあると思うんですよね。いや本当そうですね。でだから僕は、なんだろうな、もちろん加藤先生がご体調悪くされて、それはちょっと心配ですねっていう気持ちはもちろん当然のように湧くんですけど、だからといってネガティブなことと捉えてない自分もいたりするっていうか。確かに確かに、なるほど。私全くそうなんですよ、やっぱ今回の。ですよね、やっぱりそもそもその病とかっていうもの、病気っていうものは私たちのやっぱこう学びの機会を提供してくれているはずなんですよね、病そのものが。だし、同時に今渡辺さんの言葉を聞いてハッとさせられたのが、まあ、ここからね皆様も、まあ、ご体調にこれ気をつけることはもうぜひぜひしていただきたいんですけど、ね、秋冬やっぱ熱かかる方もいらっしゃると思うんですよ。で、その時の熱がどういう意味を持ってるのかっていうのは、やっぱ私もすごく考えてもらうといいんじゃないかなと思ってて、日本語表現でハッとさせられる表現が一つあるんですよ。何かっていうと、熱に浮かされてっていう表現があるんですね。これ見た時に、そうかと、熱によって気持ちがダウンするんじゃなくて、熱に浮かれて、熱に浮かされる形で高次元の自分に向かっていくことってあるよなって思ったんですよ。なるほど。そう、だから熱に浮かれて、熱に浮かされてっていう、あ、日本語表現って素晴らしいなと思いましたね。なんかこうハイヤーセルフとか、一つ上の次元の自分に
向かう症状として熱が出るっていうのがあるなと思いました、ね、いや確かにな、シロシビンセッションの時もちょっと体がほてる感じってのはやっぱありますもんね。確かにそれはありますね、うん、やっぱりこう巡っちゃうんでしょうね、猛スピードで。そうそうそうと思いますね、うん、巡ってる猛スピードに普段ではこうそのスピード用に対応していないから、うん、ちょっといつもと違うぞってことで確かにさらに熱が出るっていう。あ、それはありますね。でもやっぱ大きく変わるためには何らかの変化が伴えるはずですもんね。そうだと思いましたね、まあ、なので今のシロシビンのところは本当にね、あのシロシビンがセロトニンのよりも強力な形で全身に働きかけるから、やっぱこうしたある種の微熱感のような、まあ風邪の熱とは違うんですけど、ほてるような感じになるやっぱり分かるし、それで細胞がね刺激されて目覚めていくっていうのは本当にあると思うんで、まあ、今回逆にこの私はね、あの旅が刺激になってたんだろうなと思いましたね、ボストン滞在の、うん、確かにな。でももうね、着いてからの興奮もすごかったでしょうけど、行く前の気合もすごかったですもんね。確かにね。加藤先生 もうその次元すごいですよね。もう行く前からもう熱が出そうっていう。そう、渡辺さんありがとうございます。それがね、私のもうちっちゃい頃からやっぱ特徴ですね。なんか ことがある前に、もうなんかこう、あの北斗の拳状態で、お前はもう死んでる状態で、そのイベントがある前にはもうあの全部終わってるんですよ、自分の中では。ああしてこうしてこうやってアピールしてとか、ここでこう振る舞ってとか、全部シナリオがあるんですね、はいはい、でもまあ旅の良さはそのシナリオを超えてくれるところがやっぱりこうあるから、やっぱりいいんですよ、いろいろ準備して、まあ、今回もその観光者やっぱなかったから、そうです、ね、あのもう進学大学の人たちとネットワークを作るとか、うん、自分がどれだけこの環境にフィットできるのかを確かめに行くってこともそうだったし、うん、まあ、マンションまで決めましたからね、下見して合格通知もらってもないのここで自分は生活するんだみたいな、もう当然のように熱が出ますよね、そんな。出ます。もうめっちゃ寒い中バス停でバス来ねえなと思って外で待ってて乗って寒い中行きましたけどね。そうですね、ボストの気温とね、加藤先生のこの熱量が、そう、そこのまだ合ってなかったかもしれないですね。合ってなかったですね。そうなんですよ。まあそのね、下見もいろいろ含めて確かにもう気が早いって言われるかもしれませんけど、やっぱそれだけ思いを持って今回ボストンに行ったっていうのは本当その通りです。そっか、渡辺さんもこうやって熱が出たっていうのはちょっと初耳でしたからね、その話。いや、そうなんですよ。だからこう、その時も、まあもちろんね、体調悪いのはきついな、こういうことが体調悪いって言って、こう初めてね、体調が、体って大事だなと思ったことも、まあ学びにもなったし、なるほどな。このなんだろう、こう、ね、今の言葉で言えば熱に浮かされた感を大事にしたかったっていうのもあって、なるほど。でそしてゼミが開催されてるって、えそんなことはやってるんだ、うん、と思って、ね、こう申し込みをさせていただいたのが最初だったから、いやー懐かしく感じるな。懐かしいし、これすごい大事な話ですね、本当に。さっき私は何気なく使った成長熱とか、あるいは変化熱って言葉を当ててみたときに、うんうん、よくよく私たちこう食べ物とか食べるときにカロリーっていうね、熱量って測ると思うんですよ、はい、やっぱハッとさせられたのが、やっぱ存在の力全部に熱量ってあると思うんですよ、カロリーが。うわだから、うわ自分が本当にこの人だとかこれだって思ったものと出会うときって、やっぱ情の熱っていうマインドソウルスピリットで熱がわって出てくると思うんですよ、うん、だからそれがグロス次元で熱として現れるっていう存在の入れ子からすると、なんかすごく当たり前、自然なことなんだなと思いましたね。いや、そうですね、うん、何の違和感もないかもしれないですよね、これもしかすると、うん、そうだから、ここでも繰り返しになりますけど、やっぱ現代の病と絡めると、グロスでこうやって本来はもしかしたらマインドのメッセージとしてね、無理をしてた場合に心が折れた場合の熱も当然あるわけだし、ソウルスピリットの情熱、なるほど、そこが風邪を引き起こしてるっていうことを見誤って風邪薬を飲むっていうのはもう本末転倒ですよね。うわ、これ対処療法的すぎじゃないですか。本当ですね、本当だな。だからやっぱウィルバーのこのモデルを使ってみるっていうのは本当に大事ですね、存在の入れ子。大事ですね、いや、うん、本当さ、サイケデリックがね、新しいお薬の一つになってしまわないようにしないといけないですね。そうなんだね、対処療法的なね、その感覚でしかまだ現代人飲めないと思う、飲めないですね、錠剤を見たら、うん、そうなんですよね、薬だですね、うん、そうなんですよ。ただね、ただ朗報は薬を超えてんだよね、飲んだらわかるけど、間違いなく、そう、マインドソウルスピリットにバシッと働きかけるから、
そうなんですよ。多分広まり方は薬のようなものだとかもしれないですね、最初はね、まあ、注意しないといけないんですけど、でも摂取してみたら違うじゃんってね、ボディの次元どころじゃねえんだよって話ですもんね。だってサイケデリックスのサイケって心とかソウル、スピリットそもそも指してるから。そうです、そうそうそう、普通の一般的なドラッグとは全然違うんですよ、もう次元が。いやでも本当そう、シンプルに あなたにも魂があるんですよっていうことのね、こう気づきがあるだけで多分人生また見方変わると思うな、うん、あ俺にも冷静って宿ってるんだっていう、そうたったこれだけ。それいや、それがだから私正直サイケデリックス あのハンフリー・オスモンドの言葉、もちろんマインドオープニングって敬意表するんだけど、でも渡さんのおっしゃる通り、ソウルオープニングとかスピリットオープニングの力、これを伝えていきたいと思うんですよ。持ってるしね、それを直接体験させてくれるものなんで、マインドが拡張する、意識が拡張するっていうのは分かるんですね、それはもちろん。学術論文上そう書くけど、本当に一般の多くの人たちに伝えたいのは、あなたにもソウルあるんですよ、スピリットがあるんですよっていうこと、これを気づかせてくれるんですね、自分にもあるんだっていう。うん、ソウルマニフェスト、大事なことだな。うん、ソウル、あ、いい言葉またちょっと作りましたね。そうですね、ソウルマニフェスティング、スピリットマニフェスティング、光のカエル教会。違う、それは覚えなくていいです。あ、ちょっと体調戻ってきたな。ちょっとギャグの数が増えてきたな。渡辺さんとの白シリーズセッション以降、ちょっとギャグ抑圧してます、ね。それぐらいがきっかけだでしたっけ。いやいや、ちょっと今の最高に面白かったけど。うん、ではですね、ちょっと渡辺さん、少し振り返りの本題の前に、実はもう一通今朝届いたんですよ、レター。すごいな。うん、これなんぜ、はい、渡辺さんの関係者の方のようです。おえっておうか。いやいや、ちょっと。おっえっておさん、あんまり笑わせるのと、突っ込まさせるのやめてください。喉痛いんで。いや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 いいですか、じゃあちょっとレター読んで。はい、お願いします。じゃあいきます。ラジオネーム、ココアさんです。うん、ココアさんが、81番のですね、インテグラルサイケデリックラジオ第38回、まあ、5日前の本編にレターをくれました。はいはい、では読んでいきます。加藤先生、はい、体調大丈夫ですかと。渡先生に対するギャグの中にも加藤先生の温かいお人柄を感じ、そして難しいお話には頭をひねりながら楽しく拝聴させていただいておりますと。私は渡先生のクライアントですが、普通の会社員ですと。渡先生がオランダに出発した後からラジオを拝聴させていただき出したので、うん、分かった、うん、今日やっと全放送を拝聴することができましたと。ちょっとまずここでですね、ココアさんの凄さは本当に一気にラジオを聞いてくださってる様子が伝わってきてて、きちんとですね、いいねを押してくださるんですね。でこれは、まあ、内容がいいねかどうかは別にして、聞きましたよって意味でのいいねって私すごく嬉しいんですよ、すごい。スとしてやたらとココアさんがバーって出てくるんですよ、私のラジオのノーティフィケーションのところに。いや嬉しいなと思って、ココアさん聞いてきてくれるなと思って、でもなんかやたらと初回とかからね、いいねをしてるから、うん、と思って、でももう一気に聞いてくださったみたいですね。すごいな、うん、で感想としては、私もシロシビン摂取してみたいと思いました、はい、嘘でしょ、この世の中そう思う人は多い気がしますと。でちょっともうちょっと最後いきますね。渡る先生は、合法でないもののお話をして良いのか迷われているようにお聞き受けましたと。そのものが良いか悪いかより、誰からお話を受けたかにより人は判断すると思いますと。加藤先生と渡る先生が人生をかけてのことですので応援しておりますと。毎回のラジオこれからも楽しみにしております、ありがとうございますというメッセージ交換。ありがとうございます。もう分かりました、誰かは。すごい、渡るさんはもう分かるんだ。うん、もうこれは 100% 分かる。いや、ちょっとすぐにでも連絡取らないとな。ここはココアさんはココア好きでもなく、ココア好き、いやちょっとその情報だけは分かんないな。これ白シビン対象ですよね、偶然。私も必ずココアパウダー、カカオパウダーと一緒に摂取する。確かに。ココアさん来てますよ、白シビン。いやー、まさか。でも、それにご関心というか、ご興味を。渡るさんからすると、じゃあ、ちょっとこのクライアントのココアさんは、白シビンにあまり関心を持ってないかもしれないという印象だったってことですか、これまで。いや、そうですね。なんだろうな、関心持ってないわけじゃないし、そういったこう、うん、本当スピリチュアル性が
高い人、まあ、すごい感度の高い人ではあるんですよね、うん、だからといって白シビにっていう会話の中では全然なくて、でもそう、あの前回お会いした時にラジオを聞いてくださってるってことを初めて聞いて、えそうですか、初めて会いましたって、そのラジオを聞いてる人めちゃくちゃ嬉しいですね、それ嬉しいな、それ、うん、いるんだと思って、しかもこんな身近にと思って、そうそうそう、ちょっと待って、ココアさんは大分に住んでらっしゃるんですか、そのクライアントです、やればね、はい、うわ嬉しいな、それは、いやこれちょっと嬉しいな、これはなんか継続して、この間こそだって3人に届けばいいって話からのもう1人言いましたね、すごい、いや嬉しいな、いや白シビン、うわー、うん、という形で、しかも、うん、大分にいらっしゃってね、うん、会社に勤めてている方でもやっぱりこうやって白シビンを接種してみたいと思ってくださる流れがあるし、うん、もしかしたら私たちの何かメッセージがちゃんと届いてるのかもしれないですよね、それはね、確かに、でもこの方会社員っていう表現はしてるんですけども、うん、まあ形としてはそうかもしれないけれど、うん、もうスーパー会社員さんなんですよね、お仕事のこう、うん、まあ、キャリアのとか、うん、まあ、そういった能力に関してもなんですけど、あ、やっぱりですか、いやちょっと、いやもうこれはもう、はい、尋常じゃないレベルですね、なんか、はい、なんかあの文章からそうかなっていうのがやっぱこう感じましたよね、そうなんです、あの一般、まあ、これもねカテゴライズすると申し訳ないですけど、はい、ちょっと企業勤めされてる方とかの文章ってどっちかというと慣習的で、なんか何にも当たり障りがないような、うん、ちょっと遠慮しすぎのメッセージとかをね、うん、メールとか送りがちかもしれないけれども、ここはもうなんかココアさんの言葉がちゃんとある、うん、あ、言葉を持ってらっしゃる方だなっていうのはすごく伝わりました、本当、いやその通りですね、うん、あの常にこうあのしっかり届けてくれます、はい、しっかり聞いてくれるっていう、もうそんな、やっぱそうなんだろうな、とこが、うん、魂のある方ですからね、うわ、そうか、じゃちょっと私たちは結構ね、ネオさん、ユウさん、ココアさん、もうメッセージくださった方、うん、いるから嬉しいね、今後もね、ちょっと引き続きちょっといろんな形でね情報発信をしていき、うん、うん、やっぱ取り組み無駄じゃないってことですね、私さんこうやってやってることが、いやなんかちょっとそうじわじわ来てます、今嬉しいな、うん、なんかそう、あの自分のためにやっぱりこう本当ね、この間お話、加藤先生からお話ししていただいた、やっぱりこう自分が思ったことをしっかり喋るっていう、うんうん、っていうことはもうあの時からすごくこう普段の生活から意識するようになったんだけど、うん、とはいえ届いてれば届いてるで嬉しい、そうなんですね、そう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 、本当そう、うん、確かにそうなんですよ、うん、そうなんですよね、確かにそうなんですよ、でも順番は逆ではダメなような気がするな、うんうん、届けるが優先で自分の言いたいことを下げる、うん、ではなく、確かに、ね、自分の内側から出たことの後に、そう、そのレスポンスもあるっていう流れ、いやおっしゃる通りですね、いやだから私さん、うん、本当にいいこといつも言ってくださいますね、でやっぱそれが何でしょう、本当にこう今朝考えてたことと同じで、やっぱその伝えたいメッセージっていうのは本当に自分の生命から出てる光が宿ると思うんですよ、それを、はい、光を希薄化させるのが初手だとやっぱ私はすごく問題だと思ってて、自分が伝えたい光をもうまず色濃いものをちゃんと外に世界に投げかけないと光って届きようがないと思うんですよね、だからアプローチとしては全く私も同じですよ、渡るさんと同じで、だから当然自分の光が強ければそれでね目がくらんでしまう人、あるいはその光が鋭ければ鋭いだけ目を背けたいと思う人もいる、仕方ないと思います、それは、でもその光をきちんと受け取ってくださる人もやっぱりこういるので、自分は自分なりの強い光、濃い光をきちんと届けたいなって思いはやっぱありますよね。いや、うん、もう本当あります。そう、出ないとね、光のバトンが受け継がれていくなんて多分実現しないと思いますね。弱い光だけだと。いやー、しないな。ですよね。うん。じゃあちょっとその光の伝達のためにもお互いの留学があるというわけで。いやですね、先生ちょっと留学のお話僕いいですか、もちろんです、渡さんもちょっとこの数日の間にいろいろひらめきがあったようで、めちゃくちゃでもうほんと今朝もずっとひらめきっぱなしで、ちょっとあのもうほんと、うん、そう半日ごとに情報がどんどん変わっていくんですよね、うん、で
今一番最新の状態は何かというと、うん、まあ、もう一回こう大学のアドミッションの方からまあメールを受けて、うんうん、でやはりマイクロプログラムではなくて、大学院の修士課程の方ですね、うん、新しく新設されると言ってたあのプログラム、これの時期はまだ未定だということです。ほうほうほう、うんうん、でもし開催されるとしても最短で2024年の秋入学。24?25 じゃなくて24、はい、あ、そうなんです、24。ほうほうほう、早いですね、最短は、うん、なるほど。そうなんです、うん、で、この願書の締め切りは4月1日。うん。4月1日。うん。つまり来年ですね。2024年の4月1日。あ、4月なんですよ。6月じゃなくて4月なんだ。あ、そうなんです。はいはいはい。なるほど。うん。で、ただこれは、その、学部、学科によって、締め切りのタイミングが違うし、うんうん、なんなら、この、留学生っていうのと、現地の人ってことで、願書の締め切りが違うと。うん。いうので、この、暫定4月1日じゃないかなっていう、もう情報を見た限りでの予想になっちゃいます、この4月1日は、うん、でこの点について問い合わせてもまだ発表されてないから新しい情報を待ってねって言われてる段階、うん、っていう文面を見たときに、最短で2024年の4月1日と言ってるけども、うん、他のプログラム自体はもう願書、募集を開始してるっていうところもどうやらあるみたいなので、うん、そう考えたら2025年の秋入学しかないんじゃないかなっていうふうにちょっと今思ってると、うん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 、なので、ね、確かにね、確かに確かに、なるほど、うん、うん、まあ、2024年の4月1日を目指しつつ、そうじゃなかった場合は2025年の秋入学を目指すと、うん、ただ2024年の4月1日にはマイクロプログラムには申請できる状態という感じ。なるほどね。うん。うん。なので、まあ、動く、一番の動きは2024年の4月1日からの動きが、最短で、うん、まあ、願書というか、大学との関わりでは動き始めるというところですね。うん、なるほど。あ、いいですね。最終的には渡辺さんご自身がね、その、ちゃんとした修士号として、オタワにこう入学するっていうのを一旦の目標に置いておきながら、うん、確かに最初から2025の9月を目指していろいろ準備を進めるのと、2024の4月1日までにいろいろ準備を進めていくのでは全然やっぱ違うと思うんで、うん、今のアプローチはいいと思いますよ、本当これは。ああ、そうですか、うんうん、でそのマイクロプログラムもオンラインで行う3つのコースだけのプログラムと、うん、もう1個のプログラム、マイクロプログラム2つあって、でそっちの方にも、まあ、ダブルで出願っていうのもなんかありじゃないかなっていう、こっちはリアルなので、うん、そうですよね、サイエンスの方、うん、サイケデリックサイエンスの方はこれリアルですもんね。あ、その通りです、その通りです。確かに。なので2025年の秋に大学院進学だったとしても、2024年の、まあ、秋には、うん、2つのマイクロプログラムを終了して、その翌年に大学院に行くっていうのが、あ、まあ、一番こう綺麗かなと。あ、いいじゃないですかそれ。うん、やっぱりオタワのこのサイケデリックプログラムってものすごく体系的に学べるのに1年間しかないんですよね。それを2年に伸ばす意味でマイクロプログラム2つと MA1つ、すごくいいと思いますね、うん、それ。おお、やっぱり、ね、1年は短いんですよ。短いですよね、めちゃくちゃ短いね1年は、うん、そっか、だからそれはすごくいいですね、戦略。そうなんですね。で、英語のIELTS についても聞いてみたんですね。うんうん、で、すると、まあ、大学院の方、これは、まあ、まあ、6.5、うん。で、ライティングも6.5。まあ、ただ、その6.5という数字に満たなくても、うん、大丈夫です。願書を出してくださいと言ってきていると。え、なんでかなと思って、うん、はい、読んでみると、まあまあ、リンクが貼られてあって、そこのページに飛んでみたところ、うん、なんでしょう、英語の事前教科、おうおう、はい、あ、ありますね、うん、なんか英語集中プログラムっていう、うん、EIP っていうプログラムによって言語条件付きで入学が許可される場合があると、うん、で、まあ、この場合のスコアっていうのはオーバーロール 5.0 でライティングが 4.5 以上、または、うん、はい、またはオーバーロール 4.5 でライティング5、どちらかに該当していたら
言語条件付きで入学が許可される場合があると。すごい。それってもう今クリアしてんじゃないですか。今でもほぼ。そう。今、総合スコア 4.5 でライティング5だからクリアなんですよ。おぉ。しかし、うんうん、何かで 4.0 があった場合には認められません。なるほどね。僕、スピーキング4なんですよ。なるほど。あ、でもあれじゃないですか。これもう次回でね、うん、もう 4.0 は取ることないと思うんで、すごい扉一気に開かれました、渡辺さん、これ。いや、そうなんですよ。え、ちょっとそれなんか開いて、なんか自分も見てみたいな、そのプログラムの。あ、それメールで来たんですか？あ、メールじゃあ、ちょっと今転送していいですか？ぜひぜひ。いや、これ逆に、本当にアプライして、むしろそのラングイッチプログラムに入れてもらった方が、アカデミックの英語をネイティブの人から教えてもらえる意味でもいいと思います。めちゃくちゃそう思うんですよ。例えば、そう、留学するために英語勉強って言って、じゃあ日本で50万円払って、そういった予備校に通うぐらいだったら、こっちに同じお金払って、アカデミックを習いたい。間違いない。もうそれなんですよ。現地でしかもこれ やるからさらに効果が高いと思いますよ。うんうん、ね、カナダに行ってその大学の先生から教えてもらえるだろうし、まあ、そのように英語専門の先生だったとしてもさらにはそこで参加するクラスメートたちとも仲良くなれるだろうしで、日本で50万払ってとはもう全然密度が違いますよ。それですよ。価格も全然お手頃だし、カナダです、うんうん、いや、そうそうそう、カナダドルだから。これすごいいいですね。あ、もうめちゃくちゃ開かれてるじゃないですか、それは。そうなんですよ。まあ、ただ、今のこの 4.5 だとか 5.0 だとかっていう話が、うんうんうん、このメールのやり取りをしてくださってる人が、博士課程の、まあ、スタッフ兼、博士課程に所属しながら、スタッフとして働いてる方、うんうん、そうですね、うん、なんですけど、貼ってあるリンク、今、加藤先生にもお送りした2通目のメールの方なんですけど、うん、リンク開くと、学部の言語要件というふうになってるように思えちゃうんですよね。はあ、ははあ。で、大学院の言語要件っていうのが他にもページあるのかなと思って探してみても、まあ、ないじゃないんですよ。うんうん。だから、まあ、学部だとか大学院とかに関わらず、うん、言語要件というのは同じなのかなとか、うん、あとその英語集中プログラムっていうのは。まあ、なんか共通してることなのかなとか思うと、うん、なんかめちゃくちゃ急に簡単になってきちゃって、ね、少し拍子抜けしてる感じなんですよね。まあでも朗報ですよね、これは。でも多分私からするとこれ共通してる可能性が高いし、うん、むしろこれ結構誤解されがちなんですけど、大学院よりも学部の方が何でしょう、英語要求はきついはずなんですね。なんて表現するのかな。そうだから、まあ、同じだろうなっていうふうに思いますね、これ。あ、そうですか。はい。なんか一般的に大学院の方が英語力高いと思われがちかもしれないけど、むしろ例えばハーバードとか入るんだったら、うん、むしろ大半のプロフェッショナルスクール、うん、ケネディスクールとかで要求されるスコアよりももっと高いスコアが学部レベルから課されますからね。はあはあはあ、うん、あ、本当だ。出てきましたね。6.5 出てきましたか。ロールでライティング。そうです。うん。うん、で、そこから下にぐーっと下がると、イングリッシュ、インテンシブプログラム、過去 EIP。うん、あ、出てきますね。うんうん。うん、なるほどね。ほんとだ、ほんとだ。そうなんですね。うん、ほんとですね、これ出てきますね。うんうんうん。うん、で、下のプリーズノートっていう、まあ、注意書きのところに、また、うん、If you receive a score of 4.0 in any other band in the IELTS と。うん。うん。そうですね。でも本当にこれは結構ハードル下がっていいじゃないですか、太田さん。これ本当そうだね。今見ると、オーバーロール 4.5 かライティング5。オーバーロール5かライティング 4.5 ですもんね。おお。うん、いや、これ12月16日受けといてよかったですね、本当。まあ、これで、さすがにスピーキング 4.0 同じことは多分ないと思いますよ。うん。さすがにね。ですです。なんで、この間にサイケデリックもやれるし。そうそうそう。英語も勉強できるしで。いや、すごいいいじゃないですか、これは。うん。なので、あれか、マイクロプログラミングの、一応2つ同時に出すみたいな感じなんですか。いや、これどうなんだろうな、流れとしては。確かにな。
そうですね、サイエンスの方とあれでしたよね、スピリチュアルスタディーズと、そうなんだよね、サイエンスの方、まあでも両方なんかね合格すれば、まあ両方同時に進めてしまっても問題ないかもしれないぐらいですもんね。うんうん、うん、なるほどなるほど、そうなんです、うん、なのでまあ大学院がね開講されてない状態で、うん、うん、まあそれを待つ意味でもマイクロプログラムを2つ履修しておくという、うんうん、そうですね、なるほど、まあ、やっぱそれを見るとこの方のメールを見ると少なくとももうマイクロプログラムは2024の秋にはもう一回ね正式な募集があるから、確かにここにはもう引っかかれそうですよ、うん、渡辺さんね、まあ、かっこいいですね、うんうんうん、でそれがスピリチュアリティ、サイケデリックスピリチュアリティの3つのコースの方なのか、まあ、サイエンスの方なのかは別として、そうなんですね、この次の2020の秋のところで、うん、出願と合否ですね、分かるし、そうなんですね、で、うん、サイケデリック&スピリチュアリティスタディーズの方は、あの募集要件も、あの要求されてるのも、すごくハードルが低いというか、うんうん、うん、で、もう一つのマイクロプログラムの、マイクロプログラム in サイケデリックサイエンスの方は、うん、このミニマムアベレージとか、まあ、大学の成績証明書も、まあ、少しは制限をかけてるんですよね。あ、そうかそうか、そうですよね。そうだね、うん。まずこれに引っかかってくれるかどうかも、ちょっとまあ問い合わせをしようかなと思っているところですね。成績証明書を送って。なるほど、そうですね。うん、で、これ、ちょっと今年の夏から出来たてほやほやのやつですもんね、これね。ですです。うん。うん、本当だ、要件として、そうですね。うんうん、渡辺さん、大学時代の学部の成績結構良かったんですか？いやー全然ってか、でもよくわからないですね、結局、うん、僕も今ずっとそれ、あの日本で出てるものは GPA3.62 っていうふうに、まあ、出てるんですね。優秀じゃないですか。いやでも、うん、この成績の評価の仕方っていうのが、うん、あのうちの大学は SABA、 あ、ごめんなさい、 SABC だったんですね、うんうん、で、GPA の換算の方法で S と A はもう4らしいんですよ。あはは。で、B は3、C は2のようなんですね。うん、っていう、なんだろう、ちょっとこう、上げてくれる成績の出し方をしてくれてて。ほんとそうだわ。なかなかないっすよ、うん、それ。A の上に S があるってのは、相談の S じゃん。いや、そうなんです。相談の S なんですよ。で、まあ、これでまあまあいいとしたとしても、うん、申請した時の相手の大学がこれをどういう換算でするかはもうわからないと。はあ、ははあ、うん。うん。結局、あ、それは日本の大学の成績の評価の仕方だねって。うちは S は4、A は3、B は2、C は1ってするんだってなったら、ゴロッと変わっちゃうんですよね。なるほど。でもこれあれなんですよ。うん、世界大学で、まあ大分大学ぐらいの国立大学になれば、世界標準の基準に則ってると思うんですね。ただ大学の中で下駄を履かせてくれるっていうシステムがあっただけだと思うんで、実際に何でしょう、成績英文証明上に 3.62 って書いてたらもう 3.62 として向こう受け取ってくれると思いますよ、4分の。あ、ですか。いやいや、これ間違いなく、わざわざね計算し直すなんてめんどくさいこと一人一人にやらないですよ。あ、そうなんだ。え、うん、これそしたら 3.62 ってこのミニマムアベレージ 75% ってのを超えてくるんですか。超えるま、超えてます、超えてます。3.62÷7 ってことですか。あ、違う違う違う、4ってこと。え、普通に超えてますよ。だから渡辺さん 90% ぐらい取れてるってことですよ、多分それだったら。そう、お、めちゃくちゃ優秀やん。だからめちゃくちゃ優秀で、だからこれクリアしてると思います、本当。やった。だって本当にそうですよ、英文証明書オフィシャルのものをやっぱり向こうはちゃんと信じてくれるし、うんうん、で例えばあの私今回ね HGS 出願しますけど、あの、うん、アプリケーション欄に4分のなんちゃって自分で打ち込む欄があるんですよ。んで、英文証明書を提出するみたいな感じなんで、向こうがわざわざ計算し直すって基本的にないっすね。あ、どっかアフリカの大学で世界のそのアカデミックなネットワークとかに入ってない、なん、どこの名前も知らないような大学だったらば、アドミニション側が計算し直すことはあるかもしれないけど、やんないっすね、こんな手間なことは。うん、なのでこれはいいですね、こっちのサイエンスの方も。
だってサイエンスの方もなぜか英語必要じゃねえって、これもう謎。どういうことですか？いや、サイエンスの方も IELTS の要求書いてないですもんね、これ。あ、そうですよね。あ、一応書いてんのか。あ、プログラムラングジ、いや、一番下あるのか。こっちは、うん、そうそうか、そうか、そうですね。Evidence of Proficiency in the Program Language。あ、こっちはあるんだね。そうか、そうか。なので、これに対しても、なんだろう、その英語の集中講義みたいなものが適用されるのかどうかっていうのも聞いておかないといけないですね。あ、そうですね。確かに、確かに、うん。あ、それは大事ですね。おっしゃる通り。うん、あ、私はそこは本当か、要確認だね。確かに。学士号を、修士博士号っていう正式プログラムに対しては、ラングイッジのサポートプログラムあったとしても、確かにこのマイクロプログラムにあるかどうかは確かに確認ですね、今後ね。本当そう。うん。うん。まあでもやってくれるんじゃないかな、リアルな場で。こっち長いもんね、期間として、ちょっとプログラム期間、サイエンスの方。そうですね。うん、で、僕あの調べ方が、うん、いや今のところも本当手当たり次第調べてる感じなんですけど、大体筋としてはなんか違和感はないですか、加藤先生から見て。あ、調べ方、それ内容、今の、うん、あの内容だとか、あの、うんうん、ここ見落としてるんじゃないみたいな、そういった気づきも。あ、今のところそれはもう大丈夫だと思いますね。でただ渡辺さんこうやってリサーチで苦戦してるじゃないですか、これって、うん、いや私からすると渡辺さんのせいじゃないんですよ、正直。やっぱさっきのウェルオーガナイズのところでいくと、正直ちょっとオタワのこのオーガナイズ度はちょっと弱いなと思います。うわ、これだけ出願者にいろんなことを質問させられたりするっていうのはちょっと弱いと思うんですね。なるほど。ただまとまってるっちゃまとまってるんだけど、あのプログラムの要件だけ見たら、そこから渡辺さんがラングイッジリクエアメント飛ぶじゃないですか、別のウェブサイトに、うん、こっちがちょっと検索面倒なんすよね。これおかしいと思いました。プログラムごとに、うん、え、な、授業料こうやって計算してとか、あの、うん、ラングイッジリクエアメントこれでっていうのは基本的には、あの例えばハーバードだったらもうそのスクールごとにラングイッジがパンってもう明確に分かるようになってるし、はは、授業料もバシッと1年間これだけ生活費も含めてかかります、書籍代これですって分かるんですよね。うわ、すごい。そこの親切度合いが確かにちょっと欠けてるから仕方ないと思います、渡辺さんのこうやって、うん、あ、でもオタワとしてはこれは一括で同じウェブサイトの中に載せてて、プログラムごとにプルダウンしてくださいっていうシステムを作ってるとは思うんですけどね。ですね、ですね。あっち側はあっち側でね、多分これが便利だろうと思ってるから作ってるんだろうけど。うん、そう、だからこれが何タームかっていうのがまたわからないんですよね。マイクロプログラムのターム数、うんうん、楽器。で、あの授業料は楽器、あのタームごとで授業料が変わるらしいんですよ。うんうん、じゃあマイクロプログラムが確かに3コースあって、それが春夏秋で3タームだったらその分お金かかるのっていう。あれタームごとでしたっけ、支払いって多分コースユニットごとじゃないですか。今日、あ、どうだろうな、今日僕が調べた限りだったら1タームカナダドルみたいな表記がされてあって、ターム、本当にターム、1コースとか、うん、1ユニットじゃなくてですか。あ、ですです。どこで見たかな、マジっすか。でもそう、あの僕もすごいユニットだとかコースだったらすごい理解ができたんだけど、うん、それに対してえっていう疑問があったんで、なんかもうごちゃ混ぜで、なんかもうカゴ詰め放題で1タームいくらですみたいな感じかなとか。あの、いやでもやっぱそれは基本的にないと思いますよ。ないですね。いや見たことない、そんな大学は。やっぱコースごとかユニット、コースごともないですよ。ユニットごとですね。あ、間違いない。ユニットごとだな。ほう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 。うん、じゃあ、ちょっとそれは明るいな、またさらに。ちょっと調べないと。そうですね。まあそこも一応確認してもらいながらの。でもまあ、なんか抜け漏れてるところとかって本当ないと思いますね。うん。おー。うん。でもこれ、ね、ね、英語に自信がない人でもますます開けそうですよね。開けてる開けてる。そう、うん、まあオタワのようなね、まあ、カナダでもトップ10に入る名門大学だし、ここで学びが得られるってのは本当大きいと思うんで。そうですね、うん、あとはあれですね、私に余力があるときには、うん、このスピリチュアリティの方じゃなくてサイエンスの方にはレターオブモチベーションっていうね、はい、通称志望動機書、うん、そう、それそれそれかなり大事で、でもここも
どれだけの字数制限で何を書いていいのか書いてないですよね。そこも確認しといた方がいいですね。字数制限。なるほど、うんうん。ちなみに私の今回出願する進学大学院は1000字ですね。ちょっと短め。1000文字。短いの。で、ライティングサンプルは1500。うん、うん。志望読書の方は1000字にまとめろっていう感じで、で何を書けっていう項目がちゃんと決まってるんで、1000字の中に盛り込むべきこと、うん、アピールするべきことになるんで。だから私の中で早めに、まあ、ネイティブの友達を一人作っておいて、その人に見てもらうっていうのが大事かな。あ、なるほど。うん。やっぱ、ネイティブじゃない人、ネイティブじゃないと気づけないことってあるんで、英語の表現上。私も基本的にはチェックしてもらいますね、ネイティブ。あ、そうなんだ。うん。探そう。そうですね。そうそうそう。だからここ早めにちょっとあれですね。志望読書の、もう、下書きをしていく、うんうん、まあ、何を要求されるかを早めに聞いておいて、字数制限と項目ですね、うんうん、ありがとうございます。それ以外にはもうなさそうですね。レジュメと成績証明書と英語4つですもんね、必要なものが。そうですね。で、リアル、修士の方になってくると今度2つの推薦状っていうのが付け加わる感じですかね。あ、そうですね。あ、そっか、今回そうだ、うん、サイエンスの方は推薦状すらいらないってことは、どれだけ出願しやすいかですよ、これ、ほんと。マイクロプログラムってものに対しては、やっぱり、で、僕、マイクロプログラムって、てっきり、このカナダのオタワ大学が独自で言ってる概念だと思ったら、いろんな大学にも結構あるんですね、マイクロプログラムって。あ、あります、あります。うん。やっぱそうですね、あります、あります。そうそう。で、そこへの要求っていうのはやっぱり低くて、うん、いきなり大学院っていうのが少しこうハードル高く感じちゃう場合は、なんかそうそうそう、本当にここからのステップいいなと。確かに。ステップストーンとして本当に、踏み石としてすごくいいプログラムですよね、これね。うんうん。うん、いや、ちょっとじゃあ、渡辺さん、これをまた、ありがとうございます。楽しみにしてます。いや、ココアさんも実は海外大学、学部として検討されてるんですよ。学部として？すごい。そう。え、学部からですか？はい、すごいっすね、それ。そうなんです、そうなんです。いや、でも私も正直、学部からでも入りたい大学たくさんありますから。あ、修士3つ取っておきながら、学部でも入りたいなって大学あるんで、いや、むしろそれだけ4年間じっくりかけて学び直したいなと思ってて、私、還暦すぎたらどっかの大学4年生か、大学1年生で通おうかなと思ってます。うわー、いいっすね。だからココアさんのその意思決定素晴らしいと思います、本当ですよね。そう、僕の大分大学の時もキャリア終えて退職された後に学部に入ってこられた方が一人いらっしゃって。あ、そうですか。うわー、なんかかっこいいなと思ったんですよね。いいっすね、それ。だから本当に加藤先生のね、マイナス50歳で考えようっていう大作戦、うん、あれ世の中の人にもっと本当広めたいですよね。やってほしい。そうなんですよ。マイナス50歳かつかですね、私はもう一生5歳で生きていくつもりです。熱と熱量の感じ。一番自分が輝いてた、何にも気にせず楽しんでた5歳。うん、うん、そうそう。そう、少なくとももしじゃあ海外大学にで今お仕事、まあ、されてる中で、まあ、一段落ついた時に、うん、まずじゃあ学部ってことから探そうとした時に何を初手としてアクションプラン組めばいいですかね。あ、学部を探すぜひココアさんへの、うん、といった情報の収集の仕方、ね、まあ、これはでもなんかこの間のゆうきさんのお話ともやっぱり似てるんですけど、はい、まあ、やっぱり自分で何を学びたいかっていうところかな。でも学部になってくるといろんなものを学べるっていうところがこうあるんで、それでいくと逆にもう場所と大学、自分が憧れてる場所とか憧れてる大学から選んでもいい気がしますね。うわ、そう、だからこれ心に素直になって、一番あなたが行きたい大学ってどこですかと世界中見渡してみたときに、うんうんうん、でそれで決めちゃってもいいぐらいだと思いますね。学部では大差ないというか、専門領域が分かるのは大学院からなんで、学部だったら広くいろんなものを学べるんですよね。うんうんうん、だったら自分が一番行きたい大学、さすがにこうやっていろいろ生きていく中でいろいろ見聞きすると思うんで、はい、それを考えて自分が一番行きたい大学を調べてみるっていうところが一番いいかもしれないですね。いや、きっともう何かあるはずだな、うん、お話伺ってると結構いろんな世界中回ってらっしゃるんですよ。そうですか。
そうで、オランダにも行かれたことがあるので。そうですか。ここそうそうそう、いやし、ココアと白しび混ぜて飲むにはオランダがベストですね。真面目な話、真面目とちょっとギャグ。そうですね、そっちもあった。うん、まあでも世界にはね、本当にいい大学たくさんありますからね。そうか、そう、本当に雰囲気もそうだし。そうだよな。まあでも、いやこれね、本当難しいんだよね。まあ私もそんな全ての大学当然回ったわけじゃないし、たっただって知ってるのって、うん、アメリカとヨーロッパ、身を置いたのって JFK とフロ人間大学しかないから、他の大学見てないんですけど、でもその中で、まあ、一つ自分の人生をやっぱ豊かにしてくれたのは、やっぱそのよく言われるかもしれないですけど、多様性のところで結構大事で、集まってくる生徒がその国の生徒だけだったらばちょっと避けた方がいいかもしれないですね。もちろんその国を愛してその国について理解を深めたいんだったらば、そういう大学を選んだ方がいいかもしれないけど、どれだけそのインターナショナルスチューデントに開かれてるかっていうのはポイントかもしれないですね。なるほどな。うん、いや僕あのアイエルツもままならないままなのに、ちょっとフランス語も、これなんかいいかもなとちょっと思ってる自分がいるんですよ。あのカナダ、フランス語じゃないですか。本当そう、いやそうなんですよ、それすごくいいっすね。太田さん、そのフランス語まで話したらすごいなと思ってて、そう、もしカナダの太田に行ってカナダで少し生活をする、まあ、仕事を得るんだったらば、結構その今この間アリーシャっていうね女性と出会ったって言ったじゃないですか。うんうんうん、彼女が今あのトロント出身なんですよね。カナダの職業機関だ、あの会社とかでは結構フランス語を要件にしてるところが多いんで、フランス語を話せるっていうのはかなりポイントというか、話せないと逆に仕事が得られない会社もあるって言ってましたから。なるほどな。うん、いやいいっすね、フランス語なんかいいな、カナダ。そうそう、いやだからやっぱそれでいくと、なんでしょうね、今回渡さんは一応英語がネイティブな国、英語とフランス語がネイティブな国のカナダに行くわけなんですけど、もしココアさんを含めて、はい、今の英語力にちょっと自信がなければ、英語を第二外国語、英語を母国語じゃない国に行くっていうのは結構私おすすめなんですよね。ははオランダのフローニング大学ってすごく心地よかったのは、彼らも英語がネイティブじゃないんだけど英語でやり取りをするっていうところが、まあ一つハードルを下げてくれるんですよね。そうか、だから私逆から入ったんですよ。 JFK はもうドアメリカネイティブな国じゃないですか。だから授業ついてくの大変だったし、友達との会話も英語のネイティブでめっちゃ速い速度とかスラング混じりはやっぱ理解できなかったことたくさんあったんで、はあ、これが英語がネイティブじゃない国だったら全然ついていけたりするんですよね、うん、そっか、そう、だし安心感もあるんですよ。相手もネイティブじゃないんだよなっていう安心感があるのとないのじゃやっぱ違うなと思いました。違うでしょうね。本当に生活してなおさらわかるんですよね。そうそう。そうでしょうね。さらに、うん、そう。まあ正直なところはもちろんアメリカ人も優しいんだけど、でもやっぱ彼らはその生活言語として英語を話してるから、こっちがネイティブじゃない場合に、こんなのもわかんないのってなっちゃうんですよ。そうするとこんなのもわかんないのってのはこっちに心に影響を与えるんですね。一方英語がネイティブじゃない国は分からないことが前提なんで、お互いだって母国じゃねえもんね英語っていう、そのね、安心感っていうベースがあるの、うん、そう、全然違うと思いました。なるほど。だからその観点でいきなりアメリカに突っ込んでいくのか、イギリスに突っ込んでいくのか、ちょっと別の国に行くのか、これはちょっとポイントかもしれないですね、言語要件のところから。まあ、でも最終的にはもう自分の憧れの大学そうに行くことが決まれば、まあそんな言語の要件なんてことをすっ飛ばすぐらいの熱量あると思うんで、それくらいの障壁にはもうね、多分何もへこたれない可能性は高いですけども、うん、うん、そうですよね、やっぱ好きなとこだったら頑張れますよね。そうですね、そう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 、そうなんですよ、頑張れるし、頑張っても必ず闇、絶望来るから、楽しい。楽しい絶望必ず来るんですよ。そう、楽しい。頭がパンクする瞬間、ほんと来るんですよね。もうこれ以上英語入らんっていうね。もう何回もあったな、最初の2年間。夢にも当然出るしで、睡眠時間増えるしで。そうそうそう。いいっすね。いや、ココアさん、クライアントさんにもこうやって海外留学をね、目指しておられる方いるっていうのは、お父さんいいですね、それは。いや、いいんですよ。うん、ちょっとぜひそれはココアさん含めて、やっぱね、ゆうきさんもそうですし、留学を志せる、志す方との情報交換、
あと英語のテスト一緒に乗り切る仲間がいるって大きいですね。うわ私はかつてゼロですから。オーフルも GRE も IELTS もな学習仲間ゼロです。修行僧です。闇気多くもうあの洞窟にこもっていくっていうのは私のスタンスなんです。もうゼロ。もし仲間がいたらそれは違う、違っただろうなって思うんですけど、で私は自分に降りかかる地獄の苦しみを味わいたいんですよ。地獄を地獄のまま。でこれはもう諸刃の剣です。やりすぎると本当に精神壊すんで、でも壊してみたいなって思う自分がいるんですよ。精神を壊したい、病んでみたいっていう反対方向の自分がいるんで、闇を本当に見ていくっていう。そっちの道で、英語に関しては結構ね、また上の方にこう抜けていくことできましたけど、でもやっぱあんまりおすすめできないですね、この道。よっぽど M、マゾ、マゾじゃないと。きつい。いや、どっちなんでしょうね、それね。マゾ、S。どっちもか。S、M。どっちもあるような気がする。どっちもあるっすね。そう。痛めつけてるのは自分ですよね。そうなんですよ。痛んでるのも自分なんですよ。おっしゃる通り。だからやっぱその、自傷癖があるんですよ、私。これが別に、自殺願望とか、自分の手をナイフで切るとか、そのグロスボディに関してはないんだけど、精神に関しては、もうとことんまで傷つけてやろうっていう自分いるんですよね。それ。そこへの、なんだろう、こう、リフレクションとしては、どんな、なんだろう、源みたいなのがなんかあったりするんですかね。端的なんですよ。やっぱ成長したいと思ってるんですね、自分が。うわうわうわ。もう、マインド、ソウル、スピリット。スピリットを傷つけることはできないんだけど、マインド、特にマインドの知性の部分は、もう本当に完膚なきまでに自分で自分を痛めつけないといけないなっていうふうに思ってて、いや、それをしてきたから、自分の脳と知性が育まれてきたって側面があるんですよ。そうか。そうなんですよ。だからとにかくもうとことんまで痛めつけるっていうところはやってますよね。さすがに今はもうちょっと少しブレーキがかけてますよ。さすがに。ここまでしなくてもって。でも、渡るさんと私がね、同じ、日々やっぱり日々というか1週間にトレーニングするじゃないですか。あんな感じでの負荷量をずっと与え続けてる。昔は本当にもう極端で、それじゃ筋肉つかんっていうぐらい、痛めつけてることをマインドでやってたんですよ。つまり毎日7時間の8時間の、あるいは 10時間ぐらいのトレーニングを毎日やる。これ筋肉つかないじゃないですか。壊れっぱなしでしょ。でも壊れっぱなしにしたかったんですよ。とにかく壊して次に行くっていう、壊して次に行くっていうことに、特に JFK の時代は取り憑かれてましたね。でオランダの1年目もやっぱそれが戻ってきて、1年間は結構痛めつけてた感じがするな。アメリカの2年とオランダの最初の1年かな、うん、でそこからさすがにもう自分でももうちょっと緩めましたけどね、うん、なので渡辺さんはいいですね。仲間がいるから、仲間がいるから。いやー、ずっと楽しいだけだな。いいっすよ。それがね、もうそうですよ。マルシュ、そうなんだ。うん、いやー、一人では行けなかったな。これでも本当、白紙瓶の時でも同じこと言ってたもんな。同じことおっしゃってましたね、渡辺さんが。そう、本当一人では行けんかったなって。それを一人でやってきた加藤先生すげえなって、ね、変に励ます、あの謎のね、なんか、いや嬉しかった、賞賛があったじゃないですか。謎の賞賛は、謎の賞賛はね、グッときましたね。だってこれまでそんなことを見てくれてる人なんて一人もいなかったし、気づいてくれる人なんていないんですよ。まあ、気づいてるかもしれないけどね、わかんないですよ。でもそうやって賞賛の言葉を送ってくれたのは本当に励ましになったし、うん、まあ別に励ましを求めてる自分がね、いたわけじゃないけど、うんうん、です。でもやっぱり人間誰しも自分の他の人には知られてない側面をなんかね、知ってもらいたいとか気づいてもらいたいって思いがあるのは叱るべきだと思ってて、そうした自分の中のあんまり語ってこなかった、まあ苦悩の面ですよね、うん、それをなんか渡辺さんに白しびを通じてね、気づいてもらったってのは本当に大きかったですね、うん、ですね。そうですね。でもあれは白しびないと分かんなかったな。すごいよね、白しびは本当にね、すごい学びを届けてくれるからね。存在のいること全部のところで学びを、うん、そうなんですよ。まあ実はちょっとあの渡辺さんとの白しびセッション10月16日で1ヶ月弱経とうとしている、うん、実は今週末日曜日、はい、行ってきます。私もまた、うわ、行ってきますね。場所はそこでしょ。行ってきます。まあ、行ってきますね。あの内面宇宙にね。そうなんですよ、内面宇宙と、あとあのそうそうそう、その合わせて昨日栽培キットも買ったんで、
お、まだ届いてはないんですけど、あの白しびマッシュルームを自家栽培するっていうね。すげえ。そうそうそう。で、まあその栽培プラス、まあ日曜日のためのセッションにバルハラですね。これちゃんと今回は渡さんと同じく食べようと思ってますんで。刻んでココアさんならぬカカオパウダーにちょっとお湯をね、抜けたものでパクパク食べていこうと。まあ、今回は、まあ本当にあれですね、渡るさんとのセッションを受けた、そして、まあボストンの滞在で得られたものを、まあ、もう一度そのいろんな違う高次元の次元から振り返り、で、ここからの道をもう一度こう確認するっていうね。渡るさんのおっしゃる通りで、まあサイケデリクスって本当にこれ大いなる確認の機会をもたらすんですよね。本当に渡辺さんのおっしゃってた通りだなと思って、確認なんだよなと思って、当然、うん、新しいことに気づくんだけど、でもそれは自分が真相的には知ってたよっていうこととか、いやーそうです、確認させてくれるんだよね。で、これはやっぱりサイケデリックスの重要さ、まあなかなか私たちはこう確証を持っていることとか自分の内側の心理気づいても、日常のいろんな雑多なことで気づく気を忘れてしまったりするんですよ。だから最近ですが、深く深く確認作業をさせてくれる。だから卒業する機会がこうあるんだったらば、もうこの確認作業が完全にいらなくなった時なんじゃないかなっていうのはちょっと自分が思ってたことですかね。確かに。しかしそれはないような気もするっていうのはどうですか。そう、ないような気がします。今のところはね。そう。そうなんですよ。だからクリストファー・ベイシュ教授が73回で LSD 終わったっていうところ。まあ彼は彼なりの卒業をしたんでしょうね。そうか。そうだから、まあ卒業、本当は卒業ってないんですよ多分。でも、うん、ですよね、不思議ですね、終わったのが。自分なりの卒業っていうのを決めて、ベーシュ教授は LSD 摂取するのやめたんだなと思いました。うわ、深すぎる。なるほど。卒業はありえないんですよ、やっぱないんですよ。でも、うん、自分なりのある種の卒業という名のけじめみたいなものはつけれると思うんですよ、何でも、人生において。ははだから、その知る、まあ、LSD っていうのを手段とはしなくなったけど、 その探求自体は続けてるってことですよね。そうですね、そうだと思います。そうです、はあ、うわ、そうですね。だから私ももしかしたらば、いかなるサイケデリクスも摂取しなくなる日が来るかもしれないと思ってて、でも最後死ぬ前は何かしらのサイケデリクスを摂取して死ぬんだろうなっていう、うん、そんなことも思ったりしますね。そうなんですよ。なので、まあ19回目の白しびんセッション、渡るさんのようにはね、もうクリアには語れないと思うんですよ。でもまた今後のラジオの時に、ちょっと来週のまたあれですか、水曜日ですね、ちょっと今度はセッション終わってますんで、うん、また何か伝えることあればちょっと伝えたいと思います。あ、またオランダ行きたくなってきた。ウェルカムです。ウェルカムなんだけど、まああれだね、ちょっとあのお互いホテル分けてセルフセッションしていくのがいいかもしれないです。本当に僕もそう思います。さすがにね、私もあの渡さんに学ばされたことたくさんあったんで、ちょっとシッターとしての力量がまだ足りんなと思ったんで。いや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 、本当。じゃあちょっと渡さん、じゃあ少しね、時間も来ましたので、はい、39回の振り返り、ここよろしければ。じゃあ今度は僕から、はい、します。ありがとうございます。加藤先生、リスナーの皆さん、そしてココアさん、本日のこの振り返りのセッションといいますか、収録も、まあ、聞いていただいてありがとうございます。冒頭ではですね、本当にこうレターの話から始まって、うん、でその後にまあ僕のこの大学院の話を、まあ、お付き合いいただいたという形であったんですけど、やっぱりこの白しびんセッションと、まあ、紐づけて語るならば、やっぱりこの、なんだろう、留学っていうのも多分きっと脳が爆発を起こすんじゃないかなっていう期待がものすごく僕自身があって、で本当にこう知恵熱を出す、成長熱を出すような経験っていうのを、うん、最近できてないなっていう思いがあるし、でもそこに対する興味っていうのも多分それこそ知ってたっていう感覚になるんじゃないかなっても思うんですよね、うん、そうそう、この感覚が欲しかったんだって、まあ、そういった意味でもこう日に日に変わる情報なんですけど、ここはもう粘り強くしっかりキャッチアップして、なんとか形にしたいなという思いが喋るたびに出てきます。またぜひ皆さんの前で語れる時が来ることを僕自身も楽しみにしております。今日はありがとうございました。ありがとうございます。加藤先生、いかがでしょう。
言うと思った。加藤先生、やめて。加藤先生、どうですかって。ありがとうございます。その心優しいバトンね。もう、その心優しさ、白市民セッションでも見せてほしかったな。そのね、心優しさ。もう、私、そんなこと好きなの、好きになったな。あ、これは仮面なんだってね。見せてる優しさとか誠実さ、これこの人の仮面なんだ、ね、やばい、加藤先生、株を下げないで、わかりました、そうですね、クライアントさんも聞いてるからね、はい、クライアントさんも聞いてるしね、そうですね、では、渡辺さん、ココアさん、そしてエイリさんの皆様、39回の振り返りもどうもありがとうございました。まあ、やっぱり私も今、渡辺さんが最後におっしゃってくださってですね、言葉にすることってやっぱりこう本当に大事で、自分が何かこう達成したいこととか関心を持っていることを言葉にすることによって改めてまたいろんなこう気づきが出てエネルギーがこう湧いてくる、まさにその言霊の力ですね。これはまあ本当に私も大切にしているものなので、今回の振り返りセッションでもですね、渡さんと私のこうお互いのこう言霊が場に出ていって共鳴していくっていう、この共鳴現象、やっぱりそうしたものが起こってたなってことをこう思います。なので、まあ、本当にこう願わくばですね、ココアさんの留学もぜひ実現してほしいなって思いを持っていますし、リスナーの皆様が留学じゃなかったとしても自分がやりたいこと、渡さんと私のこの話を聞いて何か少しでも共鳴、震え、共振が起こったら、まあ、それ以上の望みはないなというふうに思いました。最後に渡さんご自身が留学をすることによってね、その知恵熱、いろんな熱がねこう出てくるんじゃないかってお話もされてて、いや本当にそうで、端的にはもう存在の威力を全部が震えると思います。ボディ、マインド、ソウル、スピリットの全部がやっぱり揺さぶりを、いい意味での揺さぶりをこうかけられて、それがあるから私は海外留学っていうのがその私たちの存在全部を育んでくれるんだなってことを改めて思いましたね。なので私自身も再び今のオランダの地、この8年間過ごしてきた、まあ、ある種も安心安全な場を離れて、まあ、新しい挑戦をすることによって、まあこうやって存在の威力を全部が、まあこれまでまた見ない震えを見せてんなっていうね。いやで、渡辺さんの留学も私の留学もまだ形にはなっていなくて、それが望む形で形になるか分かんないんですよ、お互いね。でもこの準備の過程でこれだけ震えさせてくれる留学ってすごくないですかと。留学してないんだけど準備の段階でこれですよっていう、ね、なので私は自分自身本当に行きたいと思っているけれども、その行きたいと思っている場所とご縁がなかったとしても、この準備の段階で得られた学びっていうことは本当にかけがえのないものなので、今後の自分の糧になると、でそんな確信を持っているような今状況にあります。ではですね、40回以降もまた渡辺さんと私の留学の話とか、まあ、サイケデリス研究の話ですね、皆様にお届けできればと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。